皆さんこんにちは。月を仕事にする大人塾、かさこ塾塾長のかさこと申します。今日は婚活のスペシャリスト、佐藤律子さんが9冊目の本、2年以内に幸せをつかむ大人婚活完全ガイドという本を出したということで、えー、今日は本の紹介をしていただこうかと思います。はい、よろしくお願いします。とりあえずね、今回も読ませていただきましたけど、はい、素晴らしい本です。はい、ありがとうございますもう笠子さんの なんて商標は本当に嬉しいので。<laughs> ありがとうございます。でも、本当にな、僕もいろんな本読んでくださいとか、紹介してくださいって、やっぱ言われて、うんこ。これはちょっとどうかな、みたいなのも、<laughs> やっぱありますかね。あるのは、やっぱ紹介、ね、ちょっとできなかったり、しづらかったりするんですけど。はい、もうね、律子さんの方はも、スルスル読めます。ああ、ありがとうございます。そう、それはね、割と文章が読みやすい。 文章が読みやすいしすい、ね、内容もしっかりしてるし、うんうん、なんかこう変に遠回りしてないっていうかそそうですそうでですす。なんかもうズバ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 って感じですごい心地いいんですよね。はい、とりあえずねあの必要なことしか書かないようにしてることあ,あ,<ー>あります。なんかか、変に私の経験談とか、はい なんかそういうそれこそ言遠回りな情報っていうのは、はい、あえて入れてないですよね。本当にあの教科書みたいに使ってほしいので、うん、うんうん、それはそういう作り方はしてます。で今回まあ大人婚活完全ガイドと、はいう、大人婚活完全ガイド。主にこれは何歳ぐらいの女性向けですかね。そうですねこの表紙の雰囲気でお分かりのように、はい、ええ四十代以上の女性向け です、はい、だからここに恋愛ベタでも再婚でも子供がいても大丈夫っていうフレーズがあるんですけども、まあ、そのぐらいの人生を重ねた女性の方で結婚を諦めてないというかしたいと思ってる人向けにちょっと本当に今和子さんがおっしゃってるようにズバッと、はい、辛口目にあえてし書かせてもらったっていう感じです。 でもなんかやっぱね婚活っていうとなんかどうしても20代30代みたいなイメージありますけど僕なんかやっぱ感じるのはきっと4五5 0代の婚活ニーズってめっちゃあるんだろうなと思ってありますよですよね今のボリューム世代は50代ですよああですよねはいで多分そのまあ今まで独身だったっていう方 もいるんでしょうけれども、うん、まあ,あの離婚歴がある方とかねえね。もうやっぱり多いので多いです。多分もう一度またパートナーをっていう、うんうん、ニーズに応えてる本だなっていう感じですよね。そうなんです。だから完全な初婚の方だけではないゾーンなので、その時でもやっぱり。 男性の婚活もいろいろ大変なこともあるんですけど、はい、女性の場合はどうしてもこう顔,顔立ちや体とかそういったものが劣化するっていうのが大きな足かせに <laughs> 婚活するっていう時に、あと子供が産めない、ね、年齢があった場合、はい、結婚する意味って何だっかっていうと、確かにちょっと変わってきちゃう。 はい、ですよね家族を作るよりもパートナー 2>,、はい、2人で生きていくっていう方に意識が変わる世代なので 2,、うん、2 3 0代の時のマインドというとかやり方ではうまくいかなくなる。あ<ー>うん、なのでもう一回リスタート若い頃モテてたからその勢いでいけるかって言っても全然そうじゃないので。<laughs> <laughs> <laughs> 若い頃ろ、燃えていた人ほどちょっと辛い目に遭いそうって感じ確かにそうかもしれないですね、なんかやっぱり若い頃の自分がイケてるイメージで40代、50代もいっちゃうと、うやっぱ状況がね、やっぱり違う、状況,違う状況というかその、うきれだったり、モテたりすることとその、はい、結婚ができるかっていうのは全然違う。全く別物で この本にも書いてるんですけどものすごく見た目が綺麗な40代と見た目があんまりな20代が並ぶでも婚活の場は20代が圧倒的に勝ってしまう。あ<ー>はい、それをんとなくね男性側として和子さんもそんな感じわかりますよねうん、うん、その,の感覚が。はい、それは恋人を作るなら美人の方がいいかもしれないけど、はい、将来を一緒に。 はい、過ごしていくで家、家族を作るとしたら、<laughs> 絶対20代の方に向かっていっちゃうものなので、なんかそこの土俵で戦ったら、もうまずはえー、辛い目にしか合わないっていうのもあるので、<laughs> そうじゃないですよっていうこととかが書いてるもんですね。ねこれね、ぜひ40代、50代女性に、全女性が読んでほしい <laughs> 全女性です。 もうね結婚して私はもう別にねもう友祐っていう人も、うん、これ40代以上のビジュアルというか服装とかについても言及してて痛々しく見えないようにとか、はい、すっごいおばさんっぽく見えないようにするにはとかも書いてるので <laughs> そういう部分は役に立つんじゃないかなと思うしあとはあの人との関わり方っていうのは何歳になっても必要なことですからね。 はい、一つの知識として結婚している方も自分が読み終わったら独身の友達にあげるとかしてもらえたらいいかなとな、ねうん、思います。あとあの、ね、非常に面白かったのはシングルマザー。シングルマザーもその結婚を諦めなく再婚できるけれども、うん、注意点っていうのがあってそうなんです。シングルマザーはあのー、ちょっと さら、まあ、にやり方というかねうん、うん、相手の探し方は工夫しないとうまくいきにくいのでうん、うん、だからそこに関してはかなり言及してここに対していろいろこう解説してる婚活も多分まだないんですよ世の中に、うん、でも私はシングルマザーの方の相談も結構受けてきて思うんですけどうん、うん、やっぱり これって、うんとまあ、私、異性間コミュニケーションをやってるからわかるんですけど、男性から見るとあの、お子さんがいない女性とお子さんがいる女性を見たときに、かわいそうって思うのはお子さんいる方の女性を、ちょっとそう思いがちですよね。で、俺がなんとかしてあげられそうなのが、シングルマザー側になると、それって、 本当にほとんどの方が心優しい紳士的な男性なので、はい、それがプラスに働けば本当にいいパートナーになる、はい、新しいお父さんとしていいパートナーになるんですけれども、はい、その、えー、なんか助けてあげたいっていうのを上下関係のようにマウントを取るためっていうかねあははは俺が助けてやってるみたいな。 はい,はいはいはい。はマートとが取りたくてそっちを選ぶ男性も少なからずいる。なるほどね。し、そういう男性に当たりやすい。あー。ですねなるほどね、うん。なので、そ,そこを見極める必要があるということですね。なるほど。うんいやー、だけどね、本当にあの、 これきっとこの本の内容はもう本当にその通りなんですけどきっと男性が書いたら炎上しますよね。<laughs> そうですね。それがちょっといい、思ってても言い言いにくいし、あとはもう一つがこれも <laughs> あの実はっていうところがあるんですけど、はいはい、例えば私がシングルマザーだったとして、はいはい、自分に娘がいて思春期ぐらいの娘がいる。はい 時に私じゃなくて娘目当てっていう人もいたりするわけですよ。やっぱね、それ読んで、うん、ああ、そう確かにそう言われてみれば、うん、そういう狙い方をする男性もいそうだなって思いました。そ,すそれはね、本当に残念なんですけど、はい、少なくないんですよ。で,で確かに今その そういう小さい子を狙ったような犯罪とかってすごく多くてまあだけどそれをお母さん目当てですよみたいなカモフラージュで言ってそじゃあちょっと子供の子供みたいになってそう,なそういう それ確かに気をつけないとやばいですよ、ね、気をつけないと。だからその、だからシングルマザーなんですは発表してもいいとしても、うん、子供の性別や、はいうん、年齢は本当にあのちゃんとした人だって分かるまでは明かさない,い,い、ね。なるほどね。うん、んあと、絶対家に呼ばないとかね。なるほどね、うん、なんか中学生の娘がとか言った途端と、うもうなんか、 あ、じゃあ、これを踏み台にしてみたいな、そっちが目当てでみたいな、うんうん、になりかねないですもんね。そうなんです。だから、そこって、あ、言われ、和子さんの今おっしゃったように、言われてみれば、そういうのあるかもっていうところだと思うので。はいうん、そこを、あ、そうかもって思うだけでも、セキュリティが、これ強化されると思うので。<laughs> <laughs> でも、まあ、誤解しないでほしいのは大多数の人は紳士的な男性です<ー>大多数は紳士的な男性なんですけれども<ー>そういう人があの反応しやすい立ち位置ではあるので、はい、だから <laughs>、えー、ちょっと慎重にいった方がいいというね大体が大あの40代50代だとツイチ女性はやっぱり多いと思うし<ー>お子さんもいるいて婚活つい人も多いと思うので <laughs> なのであえて そこをね書かせてもらったっていうところですあとはねなんかすごく良心的だなと思ったのがその恋愛経験とかがなくても大丈夫ですよっていうことを書かれてその、はい、恋愛とまた結婚とは別っていうて別です別です書かれてるで,でなんか恋愛 何かこれからあげてみたいな4050代とかだとちょっと確かに厳しいみたいに思っちゃう厳しいし、まあ、あの変に恋愛したくなるとロマンス詐欺とかに引っかかっちゃうから <laughs> <laughs> 恋愛力は下手に上げない方がいいんですよ。ロマンス詐欺とか、まあ、ストっぽい感じとかそうですよこ,にそこになっちゃうから確かに恋愛を求めないでほしいです逆に。 うん、結婚したいっていうことであれば。<laughs> なるほどね。でもあれですよね、これまで13 1300組以上のカップルの手伝いをし、はいはい、たので、はい、いやもうだからもうね、この人とこの人が合いそうだなのはちょっと分かるようになってきたり、あとは、 こう婚活イベントで男性がずらーっと女性がずらーっとこう並んでると、はい、誰が一番人気なのかももう分かります。ああ。このことは厳しそうも当たります、大体。いや、なんかあの佐藤さん主催のあの ポ活イベントになって、ちのそうなのそ即のに。カメラマンとして,てみたいな。<laughs> 見てみたいですよね、なんかその様子をりをね。も本当、でもだから、だけどそこで一番人気だからうまくいくわけでは全然なくて、うん、空振りも多くなっちゃう、一番人気は下手になってしまうと。だから、なんか3番手4番手ぐらいが一番カップになりやすいですね。なるほどね。これクラスと一緒ですね。あの学生時代のクラスメートで、うん、マドンナみたいな人とか、うん ヒーローみたいな人が必ずしもすごくいいとは限らなくて、うんうん、あんま目立たない3番手4番手ぐらいの人たちの方が割とうまくやってたりとかする世界線と似てる。うん、まあ,あれですよねやっぱその佐藤さんのやっぱ本の説得力があるのはその、まあ、膨大なそのねいろいろなその心理学とかいろいろなものを勉強されたものプラス、はいはい もう実地でこの10年ぐらい、うね、10年ぐらいく、こっち、ね、で婚活イベントをやってきてる実績が合わさって、はい、こうした方がいいと、こういうところ気をつけるっていうことを言ってるのが、すすごい説得力がありますねすすだから私の本の特徴は、自分の経験をほとんど入れてない。 そうだからそうな、なんか、なんていうかその、悪いわけじゃないんですけど、婚活アドバイザーとかっていうと、私はこんなふうに50代でもこんな幸せな結婚ができましたっていうパターンが多くて、確かにそれはそれで悪くはないし、うんうん、それが通用する場合もあるんでしょうけど、やっぱりね、よりこう広い人が当てはまるうそうなんですあっていう。 うまくいくとは限らないので、うん、大多数の人がうまくいくのはっていうのを出すようにしているんですよねなのでそ,その後の、まあ、いい意味で理屈っぽいっていうところもあるんですけど、うん、でもあと今の私から学んだ人が結果を出した内容だったりもするので だから、自分の経験談、よくね、銀座のホステスさんが書いたコンカス本とか恋愛本とかあるけど、うん、そこは割と上級者。もともとそれでちょっと男の人と話すのに平気な人がスタートラインに立たないととかもあるし、うん、かといって全くモテない自分がこうなりましたも、うん、まあ別に普通に付き合ったりもしてきたし、うん、っていう人が当てはまらなくなってしまう。確、うん、確かに確かにに とかあるので、あ,あまあ偏りがないように。<laughs> 私の場合、客観的にそうやって自分の仕事を通してやってきて、うまくいったことをまとめてるっていう形です。うん。いや、もう是非、ぜひこの本全女性に <laughs> すごいですけど。ありがとうございますい。なんかここまで男性の気持ちを書いてある本ってあんまりないと思いますね。あ本当ですか。ありがとうございます。 なんかやっぱりね男女のすれ違いってやっぱり男性の考えてることと女性の考えてることが違くて、はい、違ってそれをなんか男性はこういうふうに考えてるからこれ言っても響かないよとか、はい、ここを言ったらむしろ響くよっていうことがすごく分かりやすく解説されてるのでそうなんですだからもう40代以上の人はおばちゃんになるともう男の人はだめなんです。もういわゆるですなんか 子どもができるとかじゃない意味の性的欲求というか <laughs> 色気というか <laughs> そういう魅力を感じないと多分その人にご飯をおごりたいと思わないと思う。あーなるほどねある,ある程度ねビジネス会食は別ですよ本当にプライベートのそういう関係性になる時に、はい、本当にあのー、奥さんみたいなというかおばちゃんみたいな感じ。 の独身女性だと多分なかなか見つけてもらえないけどちょっとねそういう色気があるというか男性がお「お素敵だな」って思うような状態でないと <laughs> そもそもうまくいかないので男性の心理としてはそこすごい恋愛感情を呼び起こすためにも「<laughs> あこの人素敵だな」って思ってもくれるためにも必要なことだよっていうのもね 書かせててもらってました今回は<で>、うん、なんかそれもすごい難しいことじゃなくてなんか別に服装を変えるだけで全然変わるよね服装を変えましょうとかちょっともうちょっと痩せましょうとかあと髪の毛白髪とか放置するのやめてくださいとか染め,染めてくださいとかあと歯並びをもしよければもうちょい気をつくばって矯<の>正してみた方がいいですよとか。 まあその身だしなみ程度ですけどね。というわけで、ぜひ皆さん、めちゃめちゃ面白い本ですので、読んでいただきたいと思います。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひよろしくお願いします。あと、ちなみにこの、これを記念した出版記念講演会の、ねはい、出版記念講演会を札幌から長崎、ね、ま、で九州まで行きますので、4月、5月、6月の間、3か月間かけて、 いけますのでぜひ私と直接お話をさせてもらえればよりこの本の良さが伝わるのではないかと思いますしあとビジネス交流会という雰囲気で私を介した、うんえー、か知り合いの人たちをこう増やすというようなイベントでもあるので、うん、お気軽にご参加いただければ嬉しいです。 というわけで概要欄に出版記念講演会の作詞もう入っておきますので、はい、ぜひ皆さん来ていただきたいなと思います、はい、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました<あ>